よし。なあ、おい、え、始まり頼んだぜ。はーい。いろいろ見てってください。
全員集まったみたいだな。予告状を出すと決めた。ちゃんと準備は済まっ。いよいよだな。ってことで予告状の出し方だけど、議事堂に送っても意味ないな。各メディアに送ったところでどういう扱いされるかわからないし、裏で警察に回されたら最悪よ。どうすればいいの？だからそれダメだって。双葉ちゃん？双葉法完成だ。あ？準備済みだ。見ろ。これをこうすると、いつの間に？こんなの作ってんなら先言え。敵を欺くにはまず味方から。なかなかのセンスだな。イケてる。これなら目覚まさせてやろうぜ。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃん。はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらは全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。その男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、早うやめさせろ。その卑劣な男の正体は、なんや、どこで。おお、警察意外と素早いね。でも敗戦で。その男の正体はあろうことか現職の閣僚、特命担当大臣志堂正義。マジか、すげえ、マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠にこの通り、私たちは誰も死んでなくないよ。嘘かどうか、お偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いたずらなのか。いや、まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはね。だろ、リーダー。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし。はいはい、ただいま確認中でして。いいだろう、ひねりつぶしてやる。今の予告は残党の仕業か。誰も死んでいないとはどういうことだ。我々や指導を脅すために別人をリーダーに立てたのか。ただいま各所で確認中で。すみません。はい。はあ、本当か。怪盗の遺体が
モルグにないそうです。死亡診断書や搬送処理は確認したんだろ。はい、しかしはっきりしろ。まさか怪盗におかしな力で騙されたのでは。みんながみんな死んだと思い込まされたとか。書類を作ったのは、自殺の現場に立ち会ったのは誰だ。配信を阻止する方法を探せ。一色若葉の研究資料があっただろうが。それから明智だ、どこへ行きやがった。無能なクソガキが。失敗が分かって逃げたんだろうが、見つけ次第ここへ連れてこい。いいな。邪魔者は消す。今まで通りな。怪盗の遺体はどこだ。怪盗遺体。ふざけてる場合か。全く意味が。でもなんとなく私、怪盗団の予告状を読みましたけど、そこから先のことが。もしかして取り返しのつかないことを。だとしたら何をしたのですか。怪盗だ、あいつら生きて。しかし仮に生きていたとして、どうやって署から逃走。何としても捕らえろ。自殺の発表が間違いで逃亡されたなどと、こんな大失態が許されるか。取り調べを受けてもらう。重要参考人として。なぜ私が。作成した書類を確認しろ。見れば思い出すかもしれないからな。思い出せなくとも、逃亡された責任は全てお前にある。すみません、本当に何が何だか。最後に怪盗の取り調べをしたのはお前だ。上司の尻拭いだよ。恨むんなら死んだ特捜部長さんを恨みな。本当に病死だったんですか。本当に病死だと思っているんですか。そんなことはどうでもいい。お前のせいで警察のメンツは丸つぶれだ。落とし前はつけてもらう。わかりました、頼んだわよ。みんな怪盗団の予告を受け、警察は事実確認中とし。いらっしゃい。探せ。桜総次郎だな。なんだお前ら。怪盗団はどこにいる。ああ、今話題になってるやつ。とぼけるな。営業妨害だよな、これ。調べはついている。こういうやり方しかできねえわけ。上にはいません。怪盗団はどこだ。客じゃねえなら帰ってくれよ。共謀罪だ、連行を。生きがってんなよ、小悪党の犬どもが。正義はお前らのとこにはねえんだよ。怪盗団と名乗っている彼らの予告は全くの事実無根です。選挙の妨害を目論んだ立ちの悪いテロ的行為に他ならない。今必要なのは屈しない強き心。私自身、命を落として戦う覚悟です。怪盗団と指導、どっちが正しいんだ。指導さん、あんなこと言ってるけど本当かしら。怪盗団と名乗っている諸君らに告げる。君たちの振る舞いは極めて重大な犯罪である。法と安全に対する反逆であり、国民をいたずらに不安に陥れるだけだ。今すぐ名乗り出て全国民に向けて謝罪したまえ。怪盗団って電波ジャックやったろ。やばいよな。でも指導ってさ、悪人面じゃない。
何を信じていいんだか。早く捕まえてほしいわ。シドウの野郎、冷静な振りしやがって、内心絶対ビビってるぜ。謝罪せよとは笑わせてくれる。どっちが悪党なのかしら。人集まってきてる。予告状の効果絶大だな。私の自信作だからな。どうせ騒ぐしかできねえんだろ。ほんと、あれだけのことがあっても指導の改心を望む声は多くないのよね。私たちのやろうとしていることって正義なんだよね。そういうことだ。そうだよね。おい見ろ、あそこ。まさか指導正義に単価を切るとはね。若いってすごいわね。けど燃えるじゃない。ほんとネタに困らない子。こっちに気づいてるわけじゃないのか。さすがに記者の嗅覚だな。おお、三島、なんで来ちまってんだ。半端ねえなあいつ。怪盗団は正義に決まってるよ。俺が保証する。言ってくれるじゃねえの。数は少なくてもファンは大事にしてやんねえと。とっとと指導を改心させてやろうぜ。俺たちだけが知ってる正義か。私もあと20年若ければ。あなたたちの勝利に資格はない。ヤバくない？怪盗団マジヤバくない？あーん、ダメってないで即帰ってりゃ渋谷で本物見れたのに。ここまで問題児だったとはね。神よりも怪盗団頼みってことですかね。怪盗団って一時は人殺しって噂まで流れた連中じゃん。そんな噂立つ時点でダメだろ。どうせクズみたいな連中だろ。そっか、怖いね。みんな分かってないよね。敵が大きいほど燃えるだろ。てめえ、貴様ら一体どこで力を手に入れた。まあいい、文句があるなら聞いてやる。
お前、明智を利用した挙句何をした。あいつはお前の実の息子だったんだぞ。そんなところだろうとは思っていた。あの女の面影があったからな。奴が近づいた理由も察しがついてる。私をはめるつもりだったんだろう。頭は切れるが所詮はガキだよ。適当に褒めて手なずければ自在に踊る。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだと。あいつは私の過去を知っているんだ。生かしておくわけはなかろうが。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。ずっとそばにいた私の考えも見抜けぬとは。自滅してくれて手間が省けたがね。ひどい。お母さんの研究を奪って命まで奪った。自分の利益のために好き放題して人を何だと思っているの。私のお父様まで絶対に許さない。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私が導いてやるよ。てめえのどこが優秀なんだよ。明智の助けがなかったらここまで来れなかったくせに。明智が現れたのも神が私に期待してるからだ。私だから明智のあの力も有用に使えたんだ。貴様らのやってきた改心とやら大衆を熱狂させ暴走させただけではないか。何を勝手な。真っ当なやり方じゃ勝てない負け犬が汚い手を使ってのし上がっただけだろう。あなたなんかに人の上に立つ元首の資格はない。人々を道具のように扱い罪の階段を登って成り上がった犯罪者が。一握りの犠牲者の命と国家そのものの命比べるまでもなかろう。己の幸福以外は自己責任という名の他力本願。そんな愚民どもの願いを叶えてやるんだ。それが神に選ばれたこの私にしかなせない世直しさ。自分以外の人をそんな風に見下すなんて。子供に殺人を命じる指導者なんて絶対認めない。国のためとか言って全部自分のために決まってる。そんなの誰も望んでない。望んでいない。ならばなぜ私は選ばれた。なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し抜け駆けや一攫千金ばかり闇雲に追いかけている。だから私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず揺るぎない最強国家だ。何が最強国家だ。犯罪者が作る犯罪国家の間違いだろ。貴様を放っておくわけにはいかないな。日本の恥さらしだ。その狂った心奪い取ってやる。私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし、社交辞令だよ。鵜呑みにした感があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが諸君を排除するしかない。取るに足らん小さな綻びだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。
お前さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。今まで寝ていろ。ペルソナね、どうしようか。ペルソナどうしよう。ペルソナトランセッター、そい、ペルソナ、これでどう。容赦しない、容赦しない。ありえねえ。ペルソナいけ。ペルソナくたばれ。来い、カグヤピカロ。ことの意味分かっているのだろうな。分かりたくもないし。ならば果てるがいい。私に挑んだ愚行、あの世で悔いていろ。なんか変わった。蹴散らしてやろう。任せてもらおう。ペルソナバッチシだ。やるよ、スピードアップ。やってやる。ねえだろ。行くぞ、フォックス。来たぞ。
そな。よし、ここから攻撃だ。そこか。倍返しするか。リベンジは音もするぜ。燃えてきた。よっしゃ、仕返ししてやろうぜ。ショータイムよ。おらおら、覇者先輩の踊り。ふざけないよ。行くか。逃げんなよ。これで終わりや。マジか。あら、ここまでやるとは。なぜ抵抗をやめない。私が目指す国家は大衆の幸福の具現だというのに。また変わった。理想のためには弱い子の犠牲は当然なのだ。おめでとう。揃えば侮れんというわけか。負けた時だけ愚民のせいってか。彼らを束ねているのは貴様か。感動の再会ね。敵を潰す時は今度からもっと確実を期すんだな。まあお前に今度はねえけどな。ん、貴様怪盗団というだけではないな。てめえがこいつを仕留め損ねたのは一度目じゃねえってこった。裁判まで起こしたのに覚えてないなんて、心底人を何とも思ってないのね。貴様、まさかあの時の。女といたところへ現れて逆らいやがったクソガキ。そうか、あの時のガキがな。こいつは興味深い巡り合わせだ。だが無駄な努力だったな。ああ、強く有能な人間が存分に活躍するには小さな犠牲は仕方がない。道のありを何匹踏んだかいちいち数えていて目的地にたどり着けるか。あなたが殺した人は死んで当然の人だったと言いたいの？完全に狂ってる。愚民が理解できるとは思っていない。故に力で証明してみせるとしよう。貴様ら怪盗団を叩き潰すことでな。卵を消す。今まで通りな。このゲーム私がもらう。何この力。気をつけて、あのムキムキはハッタリじゃないよ。フォックス、パンサー前に出るよ。ここはペルソナでやるわ。ほらよ。ペルソナ、ペルソナ、今ならいける。栄光は無理だ。大丈夫だ。怯えて栄光だ。カズヤピカロ。起き上がれ。ありが
致した。ペルソナあの
時の生意気なクソガキが、よくぞここまで邪魔をしてくれたものだ。正直想定外だったよ。こうなる前に徹底的に潰しておくべきだった。私もまだまだ甘いということか。しかし私はやり遂げたのだ。この国の舵を取るという野望をついに現実にした。私の野望はまだ始まったばかりなのだ。ゾウ、今さら貴様のような路傍の小石ごときにつまずくわけにはいかん。因縁を私自身やってやる。よし、そこで寝ていろ。これだな。廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーに何か言うことあんだろ。ああ、認めよう。お前に罪を着せたよ。保身のためになすりつけたんだ。すまなかったな誰かにすまないなんて気持ちを抱くのは随分と久しいかもしれん。それもいいかもしれんな。破れるか、この私が。
先生、まさかやられたのか。おい。はい。それを飲めば本当に怪盗団を殺せるんだな。あくまで一色若葉の研究によればですが、パレスを一時的に崩壊させ、それに巻き込んで道連れにします。急激に起こりますから、よほどの運がない限り逃げおせないでしょう。ただ認知の世界を故意に消すには生命活動自体を止めるしかありません。つまりこれは一時的に死ぬ薬です。どうしてもリスクが。何でもいい、よこせ。ああ、これで奴らも終わり。なんと無茶な。何かあればすぐに搬送を。てか、なんでハンドル？しかも船？この国の舵は私が取る。私がやらねば誰がやる。なんと傲慢な。私は、なんだ、え、爆発。お宝取ってないよね。話は後だ。とにかくお宝取って逃げるぞ。あれ、こっちから来なかったっけ。これじゃ通れ。何が起きてる。おい、ナビ。どっかで爆発。でもなんで。な、雑な説明あるかよ。私だってわかんない。現実の指導に何かあったのかも。何かってなんだよ。知るか。止まってるのヤバくない。逃げないと。ナビ、他に脱出ルートは。探してるけど。あっちは。嘘。道が。でも行くしか。やべえ、こっちも。これ沈む。このまま死んでたまるかよ。ダメだ、これ死ぬ。動けないし。あった、決めて。行くぞ。届けや。ダメだ、とても間に合わない。俺が行く。てめえら捕まってろよ。リュウジ。ここで走んねえで。いつ走んだ。
シャレになんだ。リュウジ逃げ遅れたの？戻ろう。無理だぜ。笑えない冗談だぞ。おい、一番いやあ、危ねえ危ねえ。だよね。は？爆発で吹っ飛んで気づいたら芝生で寝てって、つか生きてねでね。あんたのせいだっての。心配したんだから。こんな問題児。つかさっきから何？待てってな。ほら、俺死ぬとこだったっぽいし。嘘だよなあ。小腹が空いたな。どこか寄って帰ろうよ。先生。一体何を。まだ薬が回っているのですか。薬？病院にもう少し様子を。さばいてほしい。まさか改心を。加死剤ダメだったのか。先生、改心されたら我々のことを。台無しだ全部。遊説はどうすれば。体調不良だ。極秘で入院の手配をしろ。誰も近寄らせるなよ。はい。マスコミはシャットアウトしろ。くそ、なんとか手を打たないと。これは男性のレシオコンから拉致され運ばれた先で殺害されたものと。ソジロ！よう、帰ってたのか。のことだよ。指導のやつんとこに連れてかれたんだが、急に帰っていいってなってな。改心のおかげなんだろう。やっぱりな。ずっと目隠しされてたからどこに連れてかれたかわかんねえけど、連中妙にバタバタしてたからな。うまくいってるようだぜ。いや、しかし危うく色男が台無しになるとこだったな。それはいいとして。ああ、好き勝手やってくれちゃった。よし、待ってる間は我が輩らもできるだけ普段通りにしてようぜ。やるか。Don't
ナナ。始まり頼んだぞ。つけておこう。いらっしゃい。どうも。さてと。こんなところか。遊びに来な。はーい。見直してやるぞ、囚人。ひとことなく成し遂げた男の顔をしていますね、あなた。はめようとした手合いの策を逆手に取り、はめてみせるとは、これほどまでの逆転劇を私はかつて見たことがない。素晴らしい。
それ以外に言葉が見つからない。なら次の機会があればその時にでも。不思議な因果をもう乗り越えてみせた。お前の構成を阻む者はもういないはず。間もなくお前の構成は果たされるだろう。このまま何事もなくことが進めば。何度目だこの夢。まさか単なる夢じゃないのか。思い出しかけてるわけじゃなくて、思い出さなきゃいけないことがあるってのか。もし我が輩が本当は人間じゃないなら、メメントスの奥へ行って全てが分かっちまった時、我が輩はもしかして。よし。
よし。さてと。いいぞ。お。よし。よし。うんうん。よし。帰るとするか。はーい。なあ、いらっしゃいませ。よし、よし、うんうん、よし。帰るとするか。おう、帰ったか。よし。行くぞ囚人。行きますよ囚人。おう、帰ったか。
んだと？なあ、書くか。どれにします？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
よし。よし。
よし。帰ったか。どれにします？
これは。おう、帰ったか。
帰ったか。いらっしゃいませ。よし。やるか。さあ、今日はどうする？では。
どうするんだ。行くぞ囚人。行きますよ囚人。できるではないか。ふざけるな。なあ、
よーし。よーし。よし。
ったか。何にします？もないな。我が輩たちがちゃんと現実を見せてやんねえとな。よし。
やるか。なるほど。どうする？なあ。お？おう、ありがとよ。このカクテル。なあ、すごいな。帰るとするか。はーい。なあ、やるか。おい、ちょっと。
ごめん。帰ろっか。ああ、帰ったか。
どれにします？Where have you been? Been searching all along.
誠の言う通りだぜ。なんだか少し嫌な予感がする。お前は特に危険なんだ。気をつけておけよ。よし、はーい。よし。はーい。よし。よし。おう、帰ったか。よし。よし。
帰ったか。ごゆっくりどうぞ。
いらっしゃい。我が輩たちの仕事は終わってる。見守るしかないな。なあ、うん、戸締まり頼んだぜ。はあ、書くか。
回の当選は国民の皆々様のお力添えの賜物と身にしみる思いでございます。やっぱ指導だよな。選挙やるまでもなかったよね。それだけに私は自分が許せないのです。奥村氏が他界したのは、いや死を葬ったのは私です。一連のショッキングな事件を怪盗団の仕業だと情報操作したのもこの私です。人の心を操作し自分の手を汚さぬまま多くの被害者を生み出していたのは私なんです。全ては私自身の出世、いや私利私欲のためでした。なんだ。私は国家という船を我が物にする野心のため、人の命すら踏み台にしてきた。どんな罪状で裁かれても足りぬ大罪人なのです。全て告白します。皆さんどうか私を裁いてください。この命をもって償えるなら今すぐにでも裁いてほしい。ちょっと何、指導さん。嘘だ、指導さん。よっしゃー、みんなグラス持て。じゃあ僭越ながら、この旅は仕切り出した。まあそう言わないで。文句あんなら指導に言え。議員バッジなんかに即参門だからな。じゃあその諸悪の根源、指導正義をついに。お母さんの仇取れた。皆さんのおかげです。ありがとう。私もお父様の無念を晴らせました。頑張ったよねみんなね。指導は有罪なのよねお姉ちゃん。今すぐ起訴するのは難しいわ。でも余罪の因果関係が立証できるまで徹底的にやるから、きっと若葉さんの研究結果が日本を救うことになる。俺らが証言してもいいんだぜ。ありがとう。でも大丈夫、あなたたちに余計な権威を増やしたくないし、いい加減大人がしっかりしてるとこ示させてよ。あ、こいつの学校はどうなった。復学して大丈夫だと思うわ。確かにあなたの顔は関係者に割れてしまっているけど、いきなり捕まえに来るような強硬な手段には出ないと思う。少なくとも指導の自白の混乱と自殺報道の騒ぎが収まるまではね。いずれ私とあなたがやり玉に挙げられる事態は避けられないでしょうけど。死んだと見せかけた件か。もともと警察がしっかりしてりゃんなことも起きなかったのによ。もちろんできる限りのことはするつもりよ。今度は私があなたたちを守る。指導の起訴はその一歩ね。なあ、いつ乾杯するんだ。そうだな、乾杯だ。本日は誠に乾杯。乾杯。乾杯。私行くわ、指導が病院に搬送されたって。ほどほどにね。せっかく彼も戻ったんだし、学業にも本腰入れないと。
書くか。一件落着だな。これでもうお前に枷はなくなった。次期総理なんて大物を改心させたんだ。これ以上のフィナーレはないぜ。ここら辺が取引の潮時かもな。お前はもう大丈夫だろう。我が輩がいなくてもやっていける。心配するな。今すぐには出ていかねえよ。けどずっとここでじっとしてても何も思い出せない。ちょっとだけお前が羨ましいぜ。我が輩はまだ何も見つけられてないのに。メメントス、あの奥のことが分かれば。寝るか。疲れただろ。まさか指導さんまで改心させられるなんて。今の私たちの地位は彼に邪魔な奴を消してもらったから。このままもし立件でもされたら私たちのことまで明るみに。一体どうすれば。それを話し合うために集まったんだ。新島って検事が指導さんの立件に本気らしいな。あなたの管轄でしょう。なんとかしてください。分かっている。しかし新島はしのげたとしても大衆の方はどうする。あんな集大を見せた後だぞ。布告政策を引き継ぐしかないだろうな。布告政策。人の心を操って有利な外交を進めるという犯罪国家創設の計画のことか。研究あの計画を引き継いで邪魔者をあの世界を使って排除し続ける。表向きは強い国を作ると今まで通りに訴え、指導さんへの期待を我々で引き継ぐんだ。強い国か。なるほど。引き継ぐって言ってもは大丈夫でしょう。あの会見を見て世話になった誰もが身の危険を感じているはず。今の我々と同じように。ともかく立件だけは絶対に阻止せねばならんようだな。大衆の騒ぎの方はどう黙らせます。幸い指導さんへの支持は健在だ。志半ばに倒れた英雄指導正義の意志を私たちが引き継ぐ。マスコミにはそう発表しよう。なるほど。指導者を失って混乱している大衆なら一気に飛びつくかもしれない。大衆まで敵に回したら我々は。指導さんについては頼めるな。精神鑑定ということにでも。皆一蓮托生だから、そのことを忘れるんじゃないぞ。やれやれ。
すまねえな、試験のこと言いそびれちまって。こっちもこっちで指導の手下とごたごたしちまったからさ。ま、勉強会なんて学生らしいじゃねえか。定期的に食料の提供も頼む。お前は試験受けないだろ。お邪魔します。ああ、いらっしゃい。店のことは気にせずに好きにやってくれ。ありがとうございます。お言葉に甘えちゃいますね。俺はなぜ連れてこられたんだ。うちの学校の試験はもう終わったんだが。寂しいこと言うなよ。俺が赤点取ってもいいってのか。問題なし。リュウジは勉強しても同じじゃねえのか。まあまあ、私のことも助けると思って、はあ、不安。出そうなところだけ集中的に行くわよ。時間がなさすぎるし。山張るってことか。外したら死ぬ。外したら死ぬ。そんなにまずいの。日頃の行いだな。あなたも人事じゃないのよ。まあ、あなたの成績だし、そこまで心配してはないけどね。ただ、授業にあまり出席できてないし、勉強をするに越したことはないわ。そっか、君は勉強できるんだっけ。ああ、なんか裏切られた気分。裏切りって。大丈夫だ、アンドノ。アンドノが勉強できなくたって、我が輩。さて、やるわよ。どれを教えてほしい？なんか君が来てない間の授業でこれは出すって話を聞いた気が。ああ、俺覚えてるぜ。あ、確かドキュ、なんだっけ、歴史ドキュ、もしかして弩級の由来？超弩級って言うと他とは桁違いに大きいことを表すけど、その由来は戦艦なのよね。ドレッドノートっていう名前のね。その頭文字を取って弩級ってわけ。あ、それだ。マコト、今のでよくわかった。そろそろ一息入れたらどうだ。そうしようぜ。俺もう無理。つうか、俺ら怪盗団やってきたじゃん。そこでいろいろ学べたっつうか、今さら学校で習えること勉強しても意味ない感じしね。ダメよ、真に受けないで。そういう体験も大事だけどな。同じぐらい一般常識も重要だぞ。常識のない大人のたちの悪さ、お前らが一番よく知ってるだろう。確かにそうですね。そのうち高校卒業して社会人になってなおさら求められんのは常識だしな。結婚か。お前結婚願望とかあんの？先の話だな。それよりも明日の食事を何にするかが俺の今の悩みの種だ。腹減るからその話はやめろ。しょうがねえ、勉強再開すっか。これで全教科終わったか。長かった。手堅いとこ網羅したから多分いけると思う。みんなお疲れ。やればできるじゃん。こま、そろそろ解散か。気をつけて帰れよ。指導を改心させてこの国助けたのに、試験までやらないといけないなんてな。人間も大変だけど、
お前ら見てるとやっぱ人間っていいなって思うぜ。よう。やるか。